はい、それではね、今回は第3問のね、問1、問2、問3、問4とね、解説していきますね。回答解説していきます。じゃあ早速問1番。問1番は穴埋め問題で、答えはこんな感じ。まあ全然大したことないですね。胞子、排臭、精子、排入核、使用、まあまあ全然大したことないですね。はい、終わりですね。はい、で次問2番。問2番はね、なんか固形植物とね、シダ植物のなんか名前あげてくださいねっていう。まあ何でもいいんでね、二つぐらい名前あげて、二つずつね、名前あげてくださいねっていう問題ですね。まあ、固形植物だったら、まあ、皆さんのね、授業クリントですね、バーっていろんなやつ書いてますけど、まあ、ゼニゴケ、スギゴケぐらい、固形植物だったら。で、シダですか、シダ植物。シダ植物だったら僕はトクサリニアとか書きますね。なんか、ね、響きがなんとなく好きなんで、まあその辺を書きますかね。って感じですね。なんかいろいろありますんで、まあどれでもいいですよ。ね、ここの中に入ってないやつでもね、まあ、皆さんが覚えてるのであれば、まあそれはそれで、全然それで結構ですね。で、書いたけど自信ないなーっていう人はね、まあインターネットとかでちょっと調べてみてくださいね。はい。っていう感じですね。はい、終わり。ね、もう問1問終了。で、次、問3行きましょう。問3番は、次の中で固形植物とシダ植物の違いを最も正しく表す形質を選び、記号で答えなさいってやつですね。はい。苔とシダ。ね。まあ、苔とね、それ以外のね、高等植物って考えてくれてもいいですけど、苔植物と、他のね、シダとかね、ラシとか種子とかね、その辺。ね、違いは何かなーってことだけね、ちょっと頭の中でね、まあ、しっかりね、イメージできていれば OK です。ね。それさえね、できていれば問題、選択肢選べるはずですね。どういう違いがあるかなーって言ったらね、異観測ですね。異観測。異観測がね、あるかないかですね。苔植物はなかったですね。体全体でね、水吸ったりしますし。ね。そんなにほどね、個体としてね、のっぴりしてますから、物質循環もね、さらーっとね、なんか適当にやっても行くし、ね、一方、シダとかね、ラシとか種子とかはね、まあ気になるやつとかもいますから、上の方までね、しっかり運ぶためにね、異観測とか発達しないといけないし、その異観測がね、発達してることによってね、植物体をうまいこと支えることができるとか、そういう話がありましたね。ということで、まあ違いとしては異観測の発達ですね。ということで異観測の話をしているので3番ですね。3番。はい、終わり。全然大したことないですね。はい、では次、問4番。河川栄に関する説問、関する次の説問に答えよう。近年、被植物の正常な肺活性の進行に、ある種の植物ホルモンの極性移動。極性移動ってきたらもうこの時点でオキシンですけどね。オキシンの制御は、間違えた。オキシンって言っちゃダメですね。まだわからないですね。はい。極性移動の制御が重要であることが分かってきた。このホルモンのは発芽後、ヨーヨー症や茎の内部を先端から基部へ極性移動することが知られている。もうオキシン確定ですね、もう。確定。ってことで、カッコ1番は、この植物ホルモンの、名前なんですかってことで、オキシンですね。ね、ヨーヨー症とかね、やりました。ヨーヨー症でね、黒雲母を刺して、なんか、どんなになりますかみたいなのがね、いろいろあったはずですね。ってことで、まあ、それを思い出しながら、その辺ね、ちょっと頭の中でね、あ向こうに曲がったなとかね、光屈折の話ですけど、向こう、なんか光が来てて、で、こっちに曲がるなとかね、まあ、そんなんね、頭の中でイメージできてればね、パッと今、イメージできればね、大丈夫です、ね。はい。じゃあ次、問4、カッコ2。カッコ2番、カッコ2番の問題は、このホルモンは、根や茎、根じゃない、茎や根の身長成長を制御する働きもあると。粘土の茎の切片に様々な濃度でこのホルモンを処理した場合、茎の身長成長はホルモンの濃度に応じてどのように変化するか、横軸にホルモン濃度の値を取り、縦軸に切片の身長成長の相対値。相対値を取り、カッコの中読みませんよ、長いんで。相対値を取り、得られるグラフの外観を、ホルモン濃度10の9乗%から10の-1乗%の範囲で書いてくださいよと。ただし、この空気切片の身長成長において、ホルモン濃度10の-9乗は効果がない。効果がないってことですから、ここですね。とりあえず、10の-9乗の時は。で、10の-1乗では高すぎるってことですから、高すぎる濃度ってことですから、高すぎてもう抑制ってことですね。高すぎたら抑制でしたから。まあこの辺ですよってことですね。じゃあ、どこで効果があればいいかなってことですね。はい。
10のマイナス1乗と10のマイナス9乗、間はどこかな？ 10 のマイナス5乗ですね。じゃあこの辺でまあ高くなってればいいんじゃないですか。ってことでこんな感じのグラフを書けばいいと思います。はい。あ、この黒点はいらないですよ。黒点をグラフ書くときにはいらないですけど。まあこんな感じのグラフの外観が書けていれば OK だと思います。はい。終了ですね。この10のマイナス5乗のあたりで高くなってる。まあ実際のね、グラフもこの10のマイナス5乗のあたりで高くなってますんで。資料集とか見てくれたら分かると思います。書いてますんでね。この辺、10のマイナス5乗あたりでだいたいピークを迎えてます。ということで、こんな感じのグラフの外観をかけていれば、丸ですね。丸ですね。はい。じゃあ次。カッコ3番。問4カッコ3番。このホルモンの極性移動の制御は、植物の器官や個体の極性に関係すると考えられる。今、柳の若い小枝をいくつかの断片に切り、小枝切片における器官の再生の様子を観察した。小枝の切片の先端部を上にして暗所で湿った空気中に吊るした場合、数のように切片の上端から芽が生じ、下端から根が生じた。要は、先端部から、先端からね、芽が生じて、基部の方から根が生じたってことですよ。っていう風な状況になってると。次に別の小枝切片を先端が下になるように上下逆さにして吊るしたと。この時、根および根はどのようにして生じてくると考えられるか、回答欄の図に目、根の区別を明示し再生する様子を書いてくださいよーってことですね。はい。オキシン、ね、オキシンは極性移動しますよーってことですね。重力には関係なくね、先端から基部に、ね、先端から基部に移動しますと。ってことですから、もう先端基部でね、もう先端にね、芽ができて、基部にね、根ができるのも決定ですね。上下逆さまの2小か関係ないことですね。んで、ってことで、先端に芽、基部に根ですね。は変わらないと。で、一つ考えないといけないことがある。ね。ここで一つ考えないといけないことがあって、これが分かってても、次を考えてなかったら図としては北京になります。何を考えないといけないかなって言ったら、ここでは重力関係ないですよ。ここでは重力関係ないです。ね。でも、根にもね、根にも重力屈折ってありましたよね。なんかね、種子が発芽して、ね、発芽したね、なんか若いやつをね、横向きにこんな風に置いてると、ね、こっちが根でこっちが根ですよ。で、置いてると、こっちがこっちに上の方に伸びていって、このね、根の方は下に伸びていきますよ、みたいなのありましたね。重力屈折は、関係しますね。根は重力とは反対の方に、根は重力の方向に向かって伸びていきますよっていうのは変わらないですね。ということで考えないといけないのはその重力屈折です。重力屈折を考えてとなると、根とか空気ね、根とか空気はマイナスで、マイナス、まあ負の重力屈折、まあ重力とは反対の方向に行きますよってことですよ。で、一方根の方は正の重力屈折、重力の方向に行きますよってことです。ってことをちゃんと注意しながら書けば OK ですね。はい。じゃあ、こんな感じで、枝があったとして、よいしょっと。この辺をくくって、なんかこの辺をね、縛ってくくって、まあこんな感じに吊るしたとしましょう。そしたら、こっちが基部でこっちが先端ですから、基部の方から根が生えて、重力屈折は正ですから、重力の方向に向かって、要は下の方に向かって根が伸びていく。まず根が基部から重力の方向に向かって根が伸びていく。はい、根。で、芽ですね、次、芽。芽の方は、先端から生えてきて、で、あと重力屈折は負ですから、重力の方向ね、こっちとは反対の方向に伸びていきますよってことで、こんな風に目を描いておけば、OK、目。はい、終了ですね。全然大したことないです。はい。この問題ね、大したことないですけど、いろいろ考えていい問題だと思いますよ。ね、なんで、しっかりこれを復習しておきましょう。ね、で、まあ、他の問題は、まあ、正直大したことないですね。はい。まあ、これね、ちゃんとね、重力屈折考えてくださいよ。ね。これ考え忘れたら大変なことになりますよ。ねえ、どっちの、ねえ、ねがね、なんか横に伸びたりとかね、上に伸びたりの絵描いたらね、まあ、こいつ何考えたんじゃ、バーッつってなりますからね。ちゃんとこういう風に描けるようになっていきましょうね。
重力屈伸を忘れない。ね。まあ多分ね、この重力屈伸をね、忘れないでねっていう意味でね、わざわざね、問題、カッコさんのところにね、なんか重力、カッコさんでしたっけ？カッコさんじゃない。問4のところでね、重力にね、逆れ、重力っていうワードをね、わざわざね、出してくれてるんだと思います。ね、なので、ちゃんと重力屈伸をね、考えてあげましょう。はい。というような問題でした。はい。では次、次の動画ではね、第3問のね、問5、問6、ね、まあそんなにほど難しくないですけど、回答解説していくんでね、次の動画へ進みましょう。